たどり着いたものは違っているようで同じだった。何もないことは気づけないことで、ここにしかないものがあった。もともとは消費者と生産者と一緒に会社を作っていたところなんですよね。で、安全なものを作ってください、私たちは支えますよと。有機農業を始めていろいろ仲間を募ってやり始めた頃に、私が思ってたのはこの山手町、まあ、旧矢部町ですよね、は有機農業の環境にはもうもってこいの場所ですよね。そしておまけに一番高台から水が雨流れて平坦部に行くわけでしょ。だから大和町の川下は全部川切の親子は流れませんよという時代が来るといいなと今は思ってますけどね。有機農産物に関して消費者の方が意識が高くなってきているようには感じている。温暖化の影響でやっぱ気温が高くなりすぎて、やっぱ葉物野菜っていうのは作れる地域っていうのが限られてくるよね。でその作れる地域の一つがこの大和町で、親父たちも40年間まあ頑張ってここまで有機農業っていうのを盛り上げてきたんでね、そこの努力っていうかそこまでの頑張りはすごく尊敬してるし、それをまた後世に伝えていかないといけないのかなっていう気持ちでいます。やっぱ高齢化が進む中でどうやって担い手を増やしていくかっていうのが一番課題で、そういう研修生を受け入れることでこの大和町に定住する手助けにして、そういう自分たちの生産者の仲間を増やすことができればいいなと。世界でもう5年6年前か、その時からもうすごい気候変動っていうのが始まってて、それもあってやっぱ帰ってきたら地球のためにも何かなる仕事がいいなとか、そう自転車で世界一周で分かったのは世の中いい人ばっかなんですよ。もう9割9分いい人なんだなっていうことを知れたのがね、一番の宝なんです。もう今もそうですけど助けられてばっかだから、そうやって助けていただいた方々のようになりたいっていうところの今の生活かな。ちっちゃいのが0歳と3歳が今いいんですけど、その2人の故郷として実家を作ってやるっていうのが目標ですね。40年以上の前から農業されている方がおられて、そういう方たちと新しく来られた方たちとの知恵を出し合ってですね、自然に優しい農業をしながら有機の町づくりをしていきたいということを今一生懸命頑張っているところです。立ち尽くしたあの日もようやく君に会えると思うと、愛情は形に、心は言葉に。今回お話聞いて、こう安心安全はもちろんのこと、それ以上にこう地球環境にとってとても優しい。目標達成までには時間かかるでしょうけど、ね、一人一人が心がけることできっと変わっていくと信じてます。改めて大和町出身でよかったなと思います。優しさを途切れず届ける想い。